皆さん、こんにちは。戦国無双真田丸の34回目の放送となります。前回の放送では、一緒に戦ってきた北条軍を見限り、徳川軍と協力して、北条を信濃から排除できたところで、話は終わっています。今回は小牧長久手の戦いを実況したいと思います。羽柴軍と徳川、織田連合軍の決戦となります。それでは、今回もゆっくりお楽しみください。第34夜、開幕です。それでは、本編スタートです。いつもの徘徊をしていますね。今回はどんな目的で徘徊しているのでしょうか？どうやら、村の中を巡察しているみたい。悪い人がいないか確認しているとのこと。おまわりさん、この人が一番悪い人だと思います。今は釣りしていますね。のんびりするのも悪くないですが、そろそろストーリーを進めましょうか。ごめんごめん、では、ぼちぼちと開始していきますか。それじゃあ、今日も張り切って頑張ろう。はい、ということでやっていきたいと思います。続きいきますね。今回はサブクエストやっていこうかなと思います。じゃあ、行くよ。出陣する。では、戦場へ行こうか。多分ね、ちょっと楽しくやろうかなと思います。多分、豊臣秀吉サイドかな。よし、やってこう。どうしようかな。いや、今回は清正と勝ってやるぜ。正則で行こうかな。清正、俺も行くぜ。加藤清正、福島正則、よろしく。このままでは織田家が猿に乗っ取られる。家康、その力を世のために使うがよい。承知つかまつった。力を尽くしましょう。よくぞ申した。頼みとするぞ。信長公の次男とはいえ、いささか頼むに足らぬ方と見えますが、織田の復権のために戦うわけではない。我が大望のため、秀吉殿は避けては通れぬ相手。御意。甲斐信濃があらかた片付いた今が好機であろう。無論たやすく勝てる相手ではなかろうがな。織田の残党を担ぎ上げ、秀吉様に逆らうなど。徳川家康とは身の程知らずですな。家康殿にも天下にかける思いがあるじゃろう。どっちも譲れんのならぶつかるしかない。家康殿は名うての戦上手。こりゃ心してかからんといかんぞ。はっ、秀吉様の天下、何者にも阻ませはいたしません。オッケー、次の一手こんな感じですね。秀次、池田、常沖、森長い、森なんていうんだこれ。長吉、よ、わかんないよ。あと、敵軍を偽情報で騙し動揺させる。いいな、おまさ、徳川家康。あ、簡単じゃん。あー、一人も敗走させずに勝利っていうのは難しそうだな。よし、やるか。
全部白です。豪華ラインナップになってますね。はい、織田徳川軍はこっち。まあ徳川が強いって感じがすんな。よし行こう。じゃあ小牧長久手の戦い開戦だ。相手はあの徳川家康、油断なく戦いましょう。それにしても暗いな。足元に注意しながら進んでね。家康殿は小牧山をがっちり固めとる。別動隊で敵の後方を脅かして揺さぶるか。そのために三河へ攻め入るのですね。その指揮お任せくだされ。了解。秀次様の補佐は私にお任せを。夜明けまでが勝負。急ぎますぞ。別動隊を蹴取られちゃならん。敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。わかりました。忙しいね。まずは200人倒す必要があるのか。やってみようか。家康を見たって兵が噂してるぜ。あの野郎小牧山にいるんじゃねえのか。家康がわざわざ自ら最前線に出るだと。何か狙いがあると見るべきだ。んどこだ。敵の守りが固い。後方に進めば蹴取られる。味方が注意を引いてくれればよいのだ。急げ。家康なんざいねえじゃねえか。タヌキでも見間違えたか。誤りであればよいが、すでに移動した後だとすれば。まずいね。清正たちがうまくやってくれればよいが。清正だけの心配いらんか。バカがついているのが問題だ。なんで夜中にこそこそしてんだ俺ら。まずいな。まともに当たれば被害が増えるだろうか。これは膠着状態を打開する秀吉様の策だ。わかんねえ。川に入ったら一気で暴れてやる。行こう。よし、まずは200人達成したぞ。急ぎ救援に向かうぞ。まずい、今だ。もっと敵の注意を引きつけるんじゃ。わかったよ、わかったわかった。じゃあそうしよう。忙しそうですね。あ、その行こう。一つ一つゆっくりこなしていきましょう。敵が続々と小畑城に集まってくるぜ。秀吉の狙い通りだ。分かってる分かってる。夜明けまでに三河を奇襲するの無理っぽいな。バカみたいに突っ走ってるらしくて。ナイス。あと一人。いた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 。もう間に合わなさそうだな。もう夜明けだ。無理だ。
あーダメだったか。こんなもん一度するか。ノコのこと三河の血を踏み荒らして家に帰れると思うの。おお、敵援軍が来ちゃった。家康にはめられた。三河奇襲は中止じゃ。撤退するぞ。では、秀次を援護しましょうか。そのご立派な武具は、退却には不向きか。使おう。秀次、いらない武具は捨てるんだよ。命より大事なものなんてないでしょ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。少し心もとないが、これなら早く走れる。なんて逃げ足の速い大将だよ。奇襲に感づき備えをしていたか。ならば家康の本体も間もなくは。いやあ、秀吉様を手玉に取ったというのか。徳川家康、油断ならぬ相手だ。狙うは羽柴秀次。いかに生かしては返さぬ。へへ、忠勝が襲いに来るだと、参ったな。わかったわかった、待ってね。焦るな、自分、ゆっくり対応するしかない。忠勝の足元、こうはでかいだろうが、なかなか難儀だな。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。まずいな。してやられたい。まずは秀次の撤退を済ませてから反撃じゃ。徳川の陣に忍びを放て、浜松城が落ちたと噂を流すのだ。了解です。いいよ。情けなし、敵の技法に踊らされるとは。ありがたい、これで少しは守りやすくなった。開門。あー無理だったか。ちょっと待ってくれ。おお、こりゃ秀次がピンチだな。お助けするしかないな。いや大丈夫、俺が守ってやるから。あ、やば、戦って強そう。差し違えても家康の首は。ただ勝つ殿だけにお任せしてよろしいのですか。いや、すま、俺も。お主の出番は今少し後よ。今はただ勝つに任せておけばよい。まず秀次を三河から追い払う。秀吉殿との決着はそれからじゃ。いかんぞ鶴岡。償いを望むなら生きてわしに尽くしてくれ。オッケー。これ違いでござった。秀次様を必ずお守りせ、退却いたします。今危なかった気がする。ようやっと着いた。やっと倒した。よく頑張ったね秀次。えらいえらい。さあ、ここからどうすればいいんだ。とりあえず忠勝は倒せました。この後どうすればいいのでしょうか。秀次を取り逃がすとは忠勝も情けない。今半蔵手助けに向かうがよい。それは、はい、承知いたしました。稲姫、半蔵がやってきそうです。こちらは準備万端です。BGM が変わった。よし、これはいけるかも。ゴールの方は家康とは戦えないんだ。いかん、信勝様を狙われた。全軍突撃、敵を小牧山に向かわせるな。
承知いたしました。最善を尽くし、秀吉を討ち取ってまいります。戦いよ。よし、では直政と家康を倒しに行こうか。まずい。だよ。いいね。あとは正則じゃない、半蔵だ。失敗を。殿、申し訳ございません。どこ行った？いたいたいた。ヤッホー。ナイス。おお、半蔵も倒れた。あとは残る武将を倒すのみ。信雄様を下せば家康殿の大義名分はなくなる。家康殿に一泡吹かせちゃるで。いい、直政いた。秀吉はどんな作戦を使うのでしょうか。ワクワク、ワクワク。切り継ぐの大義やばいな。まったいな、さすがに。行こう。おい、締めてやったぜ。直政を倒したね。ナイスだ。最善を尽くして名を破れるとは無念。イエスとしていくか。次はあとは信雄、家康だけだ。先に家康のところへ行こう。いいよ。来い、こっち来い。負けられぬ。いいぞいいぞ。ああそんな。家康やめるか、やめるか。え、家康諦めちゃうの？なら信雄をボコボコにしよう。ちょっとこっち手伝ってくれ。何をしておる。世を守れ。守らぬか。いかん。皆の者、信雄様を守りせよ。さあ、つけないと。境界エリアから一回出さないとダメだ。 あいつ、あっち行きやがった。信雄を馬から引きずり下ろしましょう。出過ぎとるわ。うらやれ。バカみたいに突っ走ってらしくて。さあ来い。さあこっち来い。ここだ。ここ来い。ナイス。いいよ。さあ、信雄をボコボコにしようか。あと少しだね。あ、いや、そう、同じ要求で倒せばよかったな。じゃあねー。一応勝ったには勝ったけど。おお、やった。この旅のことは幸内吉外。この猿、信雄様にご恩はあっても恨みはござらぬぞ。おお、
無論よとて同じこと。猿、いや秀吉殿、和睦といたそうぞ。そんな終わり方もあるのかよ。家康がかわいそうだ。うわ、失敗2つもガーン。ミッション2つダメだったか。難しい戦だったね。あ、でも S でよかった。オッケー。いや、やっぱ倒しとけばよかったな。ほいよっと、ほいよっと。いいアイテムなさそうだな。この辺で手打ちといかんか、家康殿。天下太平のためわしに力を貸してほしいんじゃ。秀吉殿の手で太平はならぬと見定めれば、再び敵となるやもしれませんぞ。レーナ、もちろんじゃ。わしが道を誤るようなことがあったら遠慮なく正してくれて、むしろ頼む。秀吉様。わかり申した。天下太平のため力を尽くしまする。そうか、それは心強い。いやー、ありがたいことじゃ。徳川家康、そこの知れぬ男だ。こやつが本心から秀吉様に従うことがあろうか。というわけで、今回はここまでだよ。今回の放送ですが、結果的に言えば、秀吉側の戦略的勝利なのかな？多分、そうだと思う。織田、徳川と和睦できたし、秀次は救出できたし。秀吉の知略って本当にすごいな、柔軟なんだな。逆に徳川サイドから秀吉を見たら、どんな感じなのだろう。秀吉、信雄と和睦しやがったな、この野郎。的な感じかな。稲姫、直政、忠勝を倒したとんでもない勢力だ、と私なら思うかも。橋場秀次、あんまり大したことないやつだ。秀吉殿もなかなかの人材不足だな。って僕は思ったよ。ねね、かわいいな。おい、って考えてそう、家康が。いやいやいや、それはないと思うよ。人妻奪っちゃいけないよ。カイ君に任せると、いつもこうなるんだから。今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また会いましょう。じゃあねー。